黄色い部分が、フランス領、バスク。水色の部分は、スペイン領バスク地方の位置フランス領バスク、または、ペーバスクフランセは、現在は、フランスのピレネーアトランティック圏に含まれる、かつてのバスク地方の北東部を指す名称。北バスクとも呼ばれる。フランス領バスクは、自然区分での名称で、歴史的、文化的な地方名であるが、 そのものが行政体とはなっていない。この記事では、フランス語の地名表記を優先する。ラブール地方、アイノアの街並みバスナバール地方、サンジャンピエドポル、スール地方、サンタングラースフランス領バスク最大の都市、バイオンヌ・サンペイ・シュル・ニベルにある、バスク語と、フランス語の二言語標識北は、ランド県、西は、ビスカヤ湾、南は、南バスク、東は、 ベアルンと接している。代表的な都市は、バイオンヌと、ビアリッツである。フランス国内の他地方や、バスク自治州のビスカヤ県、ギプスコア県のように産業化が進んでおらず、美しい砂浜や素朴な農村部が残り、人気のある観光地となっている。多くの場合、フランス領バスクは3つの地方に分類される。時には、以下の地方に分類される。 フランス領バスク全体では、公用語である、フランス語が話される。同時に、地方言語である、バスク語も話されている。フランス領バスクの北部及び北西部では、オック語の一つ、ガスコーニュ語も話されるため、オクシタニア人からは、ガスコーニュの一部とみなされている。ビスケイワン沿岸の都市部ではフランス語話者が優勢で、バスク語話者は、人口の1割程度である。 逆に、内陸部では、バスク語を人口の大部分が、大一言語としている。ローマ時代以前より話されている、バスク語は、フランスでは、公用語とされていない。しかし、初等教育で学ぶことができ、地方内の各種機関で、大二言語と位置づけられている。言語学者、コルドスワッソによれば、フランス領バスクでは、バスク語の二方言が話されている。 ラバルダン方言とスールタン方言である。フランス領バスクの大部分は、現在のガス購入地方の歴史とほとんど違いがない。ガイウス・ユリウス・カイサルがガリアを征服した時、彼はガロンヌ川の西部や南部にアクイタニ族として知られる人々が定住しているのを発見した。アクイタニ族は、現在のバスク人の祖先とみなされている。ローマ時代初期、この地域は、 アクイタニアの名で知られ、後には、ロワール側まで拡大したアクイタニアはノベムポプラニア、または、アクイタニアテルティアと呼ばれた。4世紀後半から5世紀にかけ、ローマの封建制度に反発したバスコン人が反乱を起こすと、一帯はすぐに、バスコニアへ広告として独立し、9世紀初頭には、バスコニア白領が分離した。この時代に、バスコン人たちは、 フランク王国とのロンセス・バージェスの戦いに加わっている。848年、858年の2度、フランク王国と戦った、サンチョ2世イサンチェスは、ガスコーニコとなった。この地域のキリスト教家は遅く、不安定であった。旧世紀より、サンティアゴの巡礼路をたどる巡礼が、盛んになったことで、キリスト教会の制度と組織は、確固たるものとなった。 サンティアゴの巡礼路の主要道はこの地方を通っており、町や道の発展に多大に貢献した。ピレネー山脈のスーアマタアルタニで生じた小さな政治的集団が、後にラブールやバスナバールの小さなカウンティへと成長していった。1 0 2 0年、ガスコーニュはバスナバールを含むラブールの支配権をナバーラ王三著三世へ譲渡した。 彼は1023年にバスナバールを死者区領とし、首都バイオンヌに置いた。1193年までバスナバールはナバーラ王国の宝土であった。所有者のいない土地や森、水域はナバラ王の所有で、貴族でも平民でも誰もが使用する権利を持っていた。貴族は王の所領では法権法も司法権も行使しなかった。この地域は フランタジヌット家のアキテーヌ公との係争地となり、1191年、ナバラオ三頂六世とアキテーヌ港リシャールとの間で、死者領が分割され、バスナバールはナバーラ領、ラブールはアキテーヌ公領とされた。1215年、バイオンヌはラブール地方から分離され、独自の議会が治める自治都市となった。代わって、ウスタリッツが12世紀末から、 フランス革命までラブール地方の首都となった。バイオンヌは19世紀まで地域経済の中心地であり続けた。その間、スールはナバーラ王国の後押しを受けて独立した死者領となっていた。百年戦争終結後、ラブールとスールはフランス王国へ併合された。1512年から1521年にかけ、 カスティーリア王国がオートイコールナバールへ侵攻した後、ナバーラ王国の北辺、ピレネーサンガミアク地域は依然として独立を守り、ユグノー戦争中においてはユグノーの画像となっていた。この時代に初めて聖書がバスク語に翻訳された。ナバーラをエンリケ3世がフランスをアンリ4世となっても、ナバーラは事実上1610年まで、 フランス王国とは別の独立国家のままであった。大幅な自治を謳歌していたフランス領バスクはフランス革命によって急に弾圧されフランス各地と同じように県が新設されガス購入とバスクとで構成されるバスピレ名県となった。この後150年間にわたりアメリカ大陸へのフランス人の移民が始まった。 1857年から1877年までのフランス人の海外移住は約31万人であったが、そのうち3万1000人がバスピレネー出身者であった。彼らはアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ、チリへと移住していった。19世紀半ば以降はゴールドラッシュの起きたカリフォルニアへと移住先が変わった。1857年、鉄道が バイオンヌまで敷かれた。1864年にはアンダエまで敷かれた。皇帝ナポレオン三世と皇后ウジェニード・モンティジョがビアリッツで休暇を楽しんだことからフランス領バスクに観光ブームが起きた。第一次世界大戦後、フランスのナショナリズムがこの地方で強まった。バスク民族主義者たちの目的は、二つに分かれたかつてのバスクを統合し、 独立を目指すバタスナやバスク人の未来をバスク人が決める権利を求めるその他の民族主義政党とに分かれている1960年代よりバスク民族主義運動がピレネーアトランティック圏内で盛んになった県内で最大のバスク民族主義政党アベルゼリン・バタスナはピレネーアトランティック圏を2つに分割し バスク県とベアルン県にすべきと主張している。エアジ・ PNB、または、イブ、バスク連帯とバタスナは、スペイン領バスクと比較すると規模は小さく、象徴的な存在となっている。これらの政党は、歴史的に、地方選挙の得票15%未満である。1980年代から1990年代まで、アイパルタリックという民兵組織が、 バスク独立を求めて活発な活動をしていたが、この10年間は活動が停滞している。ありがとうございます。